にちは。こんにちは。ということで昨日大量にイカを釣りました。はい。はい、で料理を考えてたのですが、はい、最近あの俺天丼にハマってて、飯動画でも前の釣りでも作ったやん。でそれを見たジンが、天丼食べたいと、あの天丼が食べたいと、天丼が似合う、似合いそう。でやっぱ失礼な話だね。天丼じゃないよ。失礼じゃないと。ジン、あのおにぎり屋さんしたら最近ね、なんかたまに出てくる。YouTube ショートでね、熱々のおにぎり、あっちあっちあっちっていうのがバズって、バズりそうや。熱々のおにぎり作ったらね、熱々ってすんの。で、あのおじさんとしては、はい、大体おじさんになってきたら若いこういう体型の人に飯をいっぱい食わせたくなるや、巨大天丼作ります。人用の巨大天丼。で、そうそう、書き込んでもらおうかな。で、あの中華鍋とかあるんで、あれで一気に揚げまくろうかと思うので、はい、まずじゃあ全部下処理して外で揚げまくりましょう。はい。はい、じゃあ作業開始。はい。釣れた。まず釣れたイカですね。はい、これ鬼にしちゃった。ジンがイカの処理してくれるって。お願いします。じゃあ、じゃあ俺らこの野菜とかを、そうですね、天ぷら用に処理しましょう。おー、いっぱい。イカ三昧。イカ三昧。はい。でかいね、やっぱりこれ。椎茸で丸々揚げたらでいいのかな。はい、あ、ハサミ。あ、一個重いよ。あ、けど。これにどんどん具材を、できた具材を。エビの皮を剥きます。はい、はい、エビの皮いっぱい天ぷら作るけどね、死ぬほど。ちょっとね、今日朝これを思いついてずっとワクワクしようと、早く作りてーって、ずっとマリモが暴れない。出れなかったからにしようって。天気がいいと機嫌いいもんね。と思ったんですけど、はい、邪道エビにこれ縛り付けたらどうなんですか。エビじゃダメなんですかね。どうなんだろう、予測けどね。エビってあれ、エビに似せてるってことはそうだよね。エビの形だから、匂いもエビだったらより、エビの匂いとか判断してるのか。アミノ酸はもうなんか悲観的に、うん、わかんないけど、鶏肉でやるぐらいですから。そうそう、なんかアミノ酸がより出た方がよりエビっぽく思うとか。なるほどな。わかんないけど、いや、エビが一番出るかもしれないですね。確かにね。でも流行ってないってことはそういうことなんでしょうね。そういうことでしょうね。そうでしょうね。やったのかな、一人だけ達成するかも。ジュン君の手際はもうイカばっかやってるんで。ああ、そっかそっか、そっかそっか。で、一番好きな釣りはイカ。そうですね、エギングと、あとティップランと。まあ、とにかくイカ系が好きなんだね。エビ何本いりますか。全部、全エビいきますか。巨大天丼にするの。あ、そっかそっか、全埋め尽くさんって感じですね。シシトウ美味しいからね。シシトウ美味しいね。あとコウタくんも今編集でいるから、食べるとき呼んで、うんうん、みんなで一気に行こうかな。ちょっとこんな場所お願いします。イカ君がそんな感じか。泥まみれなんだね。あ、ボールかなんかにイカ入れる。あ、そう、入れていくか。入れていいか。いい感じに。いい感じに。お、お、ジャンレベルですね。俺に入れてくれないか。お、いやでもジンは相当楽しかったようで、よかった。いや、ほんま楽しかったですよ。念願のおかから。いや、なんか船でいっぱい釣るのが好きなのかなって勝手に思ってたけど、いやいやいや、おかっぱりがいいって言ってたから、いや、よかったなって。念願の九州アオリ。おかっぱり。おかっぱり。だよ。学校で自慢せんとね、釣りの学校で。そうですね。あ、でももう授業がほとんどないですね。あ、そうか、もう卒業か。はい。卒業か。学校でちょっと噂になったんやろ、釣り会に出たことが。そうなんですよ。ああ、やっぱみんな下の学年の子たちが釣り岡入るんかみたいなのとそわそわ。そう、先生にそなんか言ってたみたいな。先生に言って。で、なんか噂になってるでーって先生が。よいしょっと。何それ、すごっ、でかい。うわ、墨袋やばっ。これ一人やったまん。うん、てや、やばっ。でっかっ。金玉やない感じで。特徴で金玉やない。破れたかんやつや。濃いかはもう終わるよね。そうね、これどっか避難さしときたいな。袋に、なんか袋に入れた方がいいね。この、ここに入ってる袋が。みんな手が、手がもうね、ベロンベロンやね。そういうことか、ちょっと。
カスミパスタの炭は、そうこういう感じなんでしょ。あれ俺が今言ったの、俺それを聞こうと思って、いや、これなんかヨレさんに聞こうと思っていや、誰かに聞いたんだよね、イカスミパスタの炭はコウイカの炭だよって、なんかコメントだったのかな、コウイカだけをの炭を集めてるってことですかね。へー、黒いから本来コウイカとかなのかもね、今はもう何になってるのかわかんない。本来コウイカでするのがイカスミパスタとか、そういうことかもしれない。なんかコメントから誰かに聞いたかしたんだよな俺。何歳今？僕20歳になりました。お酒を飲めますね。おめでとうございます。1月は天才が生まれる月ですもんね。あ、だからか俺あ、だからか俺違った、やっぱやっぱりいるから言ってみたんですけど天ぷら液を大量に作っております。はい、一緒でーす。ね、綺麗に頬が取れました。おお、なるほど。あの海辺に、海に、ね、落ちてるやつ。小さい頃ずっと不思議だった。あ、それが何なんだろうってこれを皆さん、こんぐらいズタボロっす。あ、ほんとだ、俺がやった時よりズタボロだ。で、ズタボロになったことによって、これいいんじゃないですか。ズタボロになったことによってちょっと襟が長くなって、長くなって、うん、そこまでズタボロにすると、お店の人たちはやるやつですね。それでかさ増ししてんだね。長さ目とところもで、でこうベチャッと潰して、ああ、そうなんだ広げて、そう広げて。でもなんか先生ってこうあれでしょ、釣りのプロの人とか。そうそうです、プロの、そんな専門的な仕事やってるような。だから先生によっては言ってることが真逆だったりもするんじゃない。そうそうです、全然意見が違うかったり、うん、ね、これだったね、なんかバス、ワームかなの刺し方で、この愛は絶対に埋めてくださいとか、この愛は絶対に埋めたらダメですそれ絶対ケイタ君が言ったやつやそうだな、なんか流れてきたそうそうそう。いや、あれの面白いところは同じメーカーの双璧が逆のことを言ったっていうところ。ああ、同じメーカーの最後がめっちゃ今日の電気がいいから今日めちゃくちゃ釣りいいんじゃないですか。日和だと思う。だから今日を選んでたんですよ。本当はね、今日行こうと思ってたけど、そう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 、ちょっとおかっぱりがっていうことになって昨日行ったけど、でも正解だったね、こんだけ釣れたから、うん、はい、ね、人もいなかったし ね、 ね、いいよ、塞いでしまえばいい、うん、よし。お、あの伝説のタレ、伝説の簡単ダレ。あー、やりかいね、刺身でも食いたいね。刺身取ろう、ね、刺身取ります。このね、身の薄さも好きなんですよね。あ、俺もね、やっぱまあマックとあれモスだな剣先のいいとこもあるし、煽りのいいとこもあるしって感じだな、うん、え、じゃあコウイカがロッテリア的なコウイカはね、コウイカは何のイカか分からずに出されたら好きかもしれんけど、なんか見た目で損してる。これコウイカめっちゃ好きなんやけど、模様がまあ怖いよね。いや、なんか目もタコみたいですね。なんか分厚いし、なんかコウイカふっと、これも刺身食ってみる。じゃあ食べたいですね。え、僕のばあちゃんはもうコウイカ激推しやったから。へー、どんだけ煽り釣ってても、コウイカの方がいい。人によってほんまに好みが分かれて、プロの方とかでコウイカのが好き。沖縄で化け物のいるじゃないですか、こぶしめ。こぶしめか、はい、あれ高くで売れるらしいですよね、沖縄で。あ、そうなんよ。いつもキロとかなんですよ、ね、うん、ハイサイがあれを釣れたらよっしゃーって売って生活するのやつで、あれはすごい値段がいい、ね。そうなんだ。うわ、煽りでかいね、これ。いい煽り。いい煽り。ほんま釣れてよかったです。冬、あんな時は煽りが釣れるイメージもないから、あんま真面目にやってなかったんですけど。そう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 。やっぱ真面目にやったら釣れるんだね、冬でも。いいんだ。釣果情報ばっかり見て、うーんってそんな特別なとこやろうとか思ってたらですね。イカ3種、刺身食べ比べ作るから。あ、いいですね。いいですね。
それでは2周したんですね、香りと。じゃあちょっと外準備しましょうかね。はい、じゃあこれ持って外に行きましょう。はい、これ便利だよね、やっぱね。まあ、油大量に使うからもったいないけど、やっぱ固めないとな、すぐ。それでは、はい、揚げていきます。はい、ししとうから。ジンも箸持ってきて手伝って、まあいいんじゃないですかね、野菜からこうやっていったら。でも外で揚げ物できるのいいね。ね、いいよね、油はねとかも。そう、家の中は油臭くならない。イカ来た。イカ怖いぞ。何のイカか、何のイカか、分厚いのが高イカ。おー、イカも上がるの早いね。うわ、パンパンに行ってる。箸で持ったやつがパンってなった。うまそう。うまいね、絶対これ。間違いないでしょう、こんなもんは。早かったね、揚げ終わるの。一瞬で。すげえ早かったね。ずーっと天ぷらがね、積み上がっていくよね。もうほら、焦げ、すごいすごい、焦げ出した。間に合わない。オーバー。わー、オーバーいい匂いするね。香りが素晴らしい。できました。できました。大量の山盛り天ぷら。山盛り天ぷら完成。やばい。じゃあ天丼にしよう。さあ、はい、では巨大天丼にしていきますよ。はい。乗せていきましょう。はい、これじゃあイカを乗せていこう。エビをこの辺に。すごい。何キロあるんだろう。ちょっと量りで量りたいね。あら、コウタくんが。あ、お疲れ。朝早くから。おはようございます。コウタくんが釣れなかったイカがこうなりました。寝て僕も釣っておりません。なかなかエメラルダスが日を吹かんね。そうね。ないですね。あそこの島で一回釣ったもんね。2匹釣ったんだっけ。あ、そっかそっか。すぐ釣った。イカは釣ったか。イカは行った。ちょっと待って。乗らん。乗らん。エビが。乗せれる分ちょっと乗せてみよう。はい、これで完成でいいんじゃないかな。完成です。ちょっと重量2キロ器なしですか、うん、2.5 キロ完成しました。巨大天丼で持ってめっちゃ笑顔でお願いします、いいねいいねということで、はい、できたので食べていきましょう。はい、はい、コウタくんもジフはね、こっから食わんというか、コウタくんこういう皿持ってきて、どう食おう。これしゃもじもお願いします。めっちゃもうジンこれで食いな、はいはいはい、余ったら俺も食うから、はい、ご飯取ってこよう。どっから食べればいいか分からへんな。エビちょうだい。はい、いただきます。まずイカから。そりゃそうだね。これは何イカかな。いただきます。いただきます。これもイカから。うん、イカかな。間違いない。アオリの耳。うん、これはアオリイカやな。うまい。おう、うん、そうそう、それを待ってた僕。うまい、うまい、うまい、うまい。かき込め、かき込め。うまい。最高。いただきます。今度絶対熱々のおにぎり握らせるから。うまいね、めっちゃうまいね。うまっ、うん、めっちゃうまっす。うまっ。とりあえず胸をくんも食って、うん、あのイカ刺し食い比べてまた回そうよ。あ、そっか、ね、あー、それもあるの。熱々のうちに行くわ。あ、じゃあいただきます、うん、このタレは画期的なんだね。美味しいよね、このタレね。刺身食う前に腹いっぱいなんだこれ。巻いててなくなっていってるのすごいね。あっという間に。さあ見てください、あんな溢れんばかりにあった天ぷらがもう残りわずか。うん、うん、5分そこらで一気になくなっていった、うん、で、ジンは半分ぐらい出ます。2.5 キロの天丼を。うん、あ、うまい、うまいね。イカがめっちゃうまいね。無限っすね。ね、無限に食えるね。じゃあもう、あの、刺身三種は自分たちで食いますわ。なんかもう満足しちゃったから動画締めようかな。ということで、2.5 キロの天丼、美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今、携帯、スマホでもクリックすると、
見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。